っていきますね。はい。で、足を上げた時の、これ重さはちょっと覚えておいてもらって。重さ、はい、はい。これ重たい感じ。はい。はい、重たいですね、はい。で、こっちも、右のはだいぶ重たいですけど、はい、そんな感じを今からね、少し、調整してみたい。で、足を膝曲げるようになります。はい。で、軽く内側にちょっと僕の手を押してもらって、はい、軽くですね。で、これ今、軽くできるように今、実は調整してあるんで、はい、そうすると今、軽くで今、こう、調和が取れてるんですね。ああ、そういえば、はい、そうですね。はい、皆さん、やっぱ強い力ですごい頑張っちゃってるんで、これも軽くですね。軽く押し返して。はい、そうですね。強い力に慣れちゃってるんで、こんな軽くでいいのをすごい力でやっちゃうんで、だから経絡ってツボがこう、うまく脳にこう、なんていうの、わかります、はい、繋がって、だからいろいろ押しても、あんまり効かなかったでしょ。そうですよね。みんな自分に押しても、ね、聞かないね、本を読んだりね、なんかテレビでやってるの見て、そういったとこ押しても聞かないんですよ。それがこういう理由ですね。強く使いすぎちゃってて、で、手足を一回広げてください。はい、はい。で、ちょっとツボをしますね。で、これが、腎臓のツボなんで、はい。はい、で、これ、ね、ちょっと押すだけでも多分変わるので、こちら肝臓ですね。まあ、ツボというかね、ラインです。一回伸ばしてもらって、はい、いいですか。お簡単だ、うん、あ、自分で上げてもらっても分かるでしょ、うん、ほら全然違うでしょ、面白い、うんうん、あそれぐらい、まあ、これ僕も多分今指一本の光でこうやって上げれちゃうんで、はい、こっちは指一本だと、まあ、本当に重たい、ね、重たいんで本当に、うん、で本当に違う面白い面白い、今左側のツボのラインを脳にちゃんと通して、はい、で、ツボが押せた、まあ、経絡が押せて、そうすると、老廃物を腎臓がピッてこう上げてくれる。老廃物が取れたんで軽くなったんですよ。いらない、はいはい。で、こっちに膝立ててもらって、はい、軽くですね、はい。強くやっちゃうと、ツボが効かなくなっちゃうんで、はいはい、軽くです。はい、もう一回軽く。はい。はい、もう一回軽くでいきましょう。はい。こんな軽くでいいのっていうのが、はい、でも軽いのが使えないですよ、今の人って本当に軽いのが使えないそうですよね、うん、先生おっしゃってますもんね、うん、はい、すいません、外に開いてもらって、はい、はい、ちょっと、今ぐらい持ってやればいいのかもしれないけど、まあ、とりあえず、ね、これぐらい、これだけでも変わっちゃうから、はい、いいですか、はい、はい、まあ、あー、軽い、はい、こんなに上がっちゃう軽い軽い、はい、一回ちょっと上げてもらっていいかな、軽い、軽い軽い、うんうん、あ、はい、すごいですね、これは、うん、で楽しい楽しい、いいのは、まあ、揉んだから楽になったわけじゃないです、ないですよ、ちょびっとこう刺激しただけなんで、そうですね、はい、揉んだんじゃなくて、ツボがやっぱりツボって昔のやっぱりツボってやっぱ効いたわけです、これぐらい、うん、で腎臓のツボがちゃんと押せたんで、で、そうすると老廃物が今腎臓が引き取ってくれた分が軽くなったんだけど、だから揉んでやったんじゃないんで、足だけじゃなくて、実は手も頭も老廃物が今降りてきた、はい、降りてきた腎臓がちゃんと、はい、処理してくれた可能性があるんで、それで顔が映らないように向こうに、すみません、向こうに立ってもらっていいですかね、はい、はい、はい、それで今体はどうですか、まあ楽ですよ、はい、すごい楽でしょ、で足がしっかりついてて、うん、で、膝を上げてもらおうかな、あ、楽ですね、はい、もうむちゃくちゃ楽だって話、はい、そんな感じで、で、まあこれも、ね、一回止めますね、はい、はい。